え、いいや、その半分でいいや。え、こう？うん、え、すごい小食じゃん。ありがとうございます。妹からもらいました。ね、ビスケットじゃなくてビスカウトって書いてある。え、ビスカウト。え、普通にうまい。うん、うん、うん。皆さん、コンサートでした。え、今日と同じこれだよ。ん？今日と同じ。うん、汗かかなかったもんね。うん、え、何それ。いや、なんかご飯の耳なんかすごくない？これ何？え、美味しそう。いちご玉。いや、なんで、え、違うよ。なんかね、桜期間限定とか。え、今日もらったやつ。うん、うまい。お餅じゃん、お餅じゃん。一口食べたい。お餅なのかな。ね、チョコ食べたから味わかんない。でも感触美味しいやつじゃない？ん？あ、白？白あん？あんこ？うん。差し入れでマジ太りそう。マジ食べないもん。もうあんこだ。あんこだ。今ね、今日はレイちゃんと同じ部屋です。確かに。でもさ、ホテル生活とかなかったもんね、うん、レイちゃんとか一瞬。でももう一人だった。一人の部屋、うん、だったから、なんか誰かと一緒ってね。2回目とか。確かに。15分やったらやめよう。髪型かわいい。ありがとうございます。VR で見てたよ。ありがとう。今日ね、なんか客席に行ったら結構ファンの人がいて、え、たまたま行ったんだけど、たまたまファンの人がいて、え、ほとんどファンの人コンプリートしたんじゃないっていうぐらいいて、なんかそう、今日バタバタしてたんだけど、明日の席とか分かったら、なんかアリーナの何階だよとか DM を送ってくれたら見れるので、あの客席行かない時とかあるかもしれないんだけど、まあ、そこに目線を合わせたり、うちわを探したりできるので、席分かる人送ってください。客降りの時ありがとう。嬉しかった。もう綾香って見えたからね、飛んでいった。いたって叫んだね。キャーって言ってくれてありがとう。めっちゃ大騒ぎしてたね。行けることになってから DM した。見たよ。ありがとう、嬉しい。うちは探す。夜公演が多いのかな。昼夜来る。てかお風呂溜めてるんだけど、ちょっとやばいかも。止めてどうか。あ、うん、止める。うん、止めてきていいよ。え、まだだよ。え、どんぐらい溜めたいの。え、まだ今まだ半分の。え、ちょっとお湯触ってみて。熱いか。うん、でもいや、めっちゃ熱い。あ、いや、ちょ、じゃあ止めちゃっていいや。冷めるかなと思って熱くしていた。めっちゃ熱かった、ね、今日炎やばかったんだけど。マジ？どこで踊ってた？ネモハモルーム一番後ろ2階。てかさ、あやか選抜のすぐ横だったんだけど、うん、え、あれも本当に熱いんだ。え、
やばい、サウナ入ってるかと思った。そんな、あ、だから下がってくださいって言われてたもんね。うん、マジで暑いんだ。やばかったんですよ皆さん。ネオハモルーマーでね、炎出てきたんだよね。ね、風船さ、風船出てきたよね。すごくないあれ、可愛かった。DM したけどまた送りありがとう。明日昼夜今日のねメイクこんな感じ。まつげ、目が充血してるけど、まつげめっちゃ上がった。本当に今日のあやちゃんも可愛かった、ありがとう。なんかみんな同質気になるんだね。そんな気になるね。同質、撮影タイムずっと目の前で最高でした、嬉しい。写真もしあったらツイッター載せてください、見たい。明日もね、ね、明日早いよね。明日やばい。メイク落とすのだる。レイちゃん映る？映る？あ、そうだ、バレるわ。イエーイとか言った。イエーイ。やばいけど、やばいよ。え、下ろしたら？イエーイ。あ、やばーい。ちょっと心配してるかな。はい。メイクボロボロね。イエーイ。持ってて。ジャイカも同じ髪型してみるね。イエーイ。はず。可愛い。なんで可愛いのあんた。ボロボロメイク。ねえ今日でさ、ね、明日って倍汗かくじゃん絶対。やばいよね。明日何の髪型するの。え、どうしよう。私は同じで、同じ髪型します。今日の？ね、うん、あやちゃんって感じそれ。しかもさ、ちょうどすっきりするし。で顔めっちゃさちっちゃく見えないそれ。めっちゃちっちゃく見えるよねこれ。イエーイ。似てる。卒業公演絶対当てる。卒業公演そう、5月16です。もうコンビニ行きたい、それしか思えない。え、後でさ行こう。行こう、マネージャーさん引き連れて。あ、やばお腹だった。食べたのに。え、ピンってこんなついてたんだね。え、めっちゃついてる。あ、ピンで止まってるんだ。ああ、ピンで止めてるのね。聞こえ、お腹の声聞こえたって。お腹の声だって。お腹の音はずい。イエーイ。やばいね。髪もしっかり洗わないと。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。綺麗に洗ってますけど。明日やばい。みんな楽しもうね。でもさ、セット見てめっちゃすごっと思ったかも今日見た瞬間。うん、すごかったよね、見てなかった。どうやって言ってんのこれ。え、普通になんかもうそのまま行った。もうめっちゃ固まってるからさ、後ろ行ったらもうすぐ行っちゃう。
練り歩き。こう。うん。こうやってる。すっごい髪型だな。はずい。はずい。でもやっぱ前髪ある方のが似てるね。確かに。え、でも似てるよ。似てるんだよな。イエーイ。なんか私の進化版って感じじゃない？いやいや、お姉さんになったって感じ。いやいや、あの、私のアイドル版って感じ。アイドルじゃん。アイドルなんですけど。アイドルだよ、あやちゃんも。ねえ、みんな、そう、みんな今日はそれぞれホテルで、うん、人が違うね、うん、人が違うね、人が違う、人が違う。アイ部屋私はあやちゃんです。よかったね。で、なんでなの？マネージャーさんを選んだんかな。あ、そうなの、うん、マネージャーさんか。じゃなかったらさ、こんなのなくない？確かにエリアじゃないし。確かに白 T 一緒。こういう顔似てるね、うん。明日も頑張る。マジ明日頑張る。だって明日でチームエイト最後なんだよ。そうだよ。すごくない？明日で最後ね、明日で最後ってやばくない？やばい。ちょっと待って、明日で最後ってやばいよ。やばいですよね。ファンの人泣くんじゃない？え、泣くでしょ。チームエイトとしてステージこれから立てないんだよ。うん、やばいよ、やばいよ。てかさ、リハで泣きそうになった今日。え、ね、会場見てさ、あの、わーって見てさ、わあ、ここに立てるんだと思って泣きそうになった一瞬。明日絶対泣くわ。え、なんかさ、無理。やばい。楽しみだけど泣いちゃう、わかる、うん、あと3ヶ月後ぐらいにしたい。ラストコンサート。泣かないって言ってたけど無理です、絶対。はい。泣かねえとか言ってたのにさ、泣くよ。リハで泣いてんだから今日。え、リハで泣いた？リハで泣いた。てかなんかさ、あ、泣いてた人結構いたわ。何？リハで泣いてた人。めっちゃ泣いて、なんかさ、あの、あ、泣いてたじゃん。あれはね。あれはやばい。初期面は特に、うん、でしょう、あんな。うん、はい、ということでね、ちょっとみんなにはポニー似合うね、ポニーって。え、本当に？ポニーしてんの。顔マジちっちゃくね。なんか痩せたのかな、ちょっと。痩せたと、痩せたと思うっていうか、もともと痩せてるけどさ、もっと痩せたよねって感じ。えー、メイク落としいいな。これあれ、え、使ってみたい。え、使ってめっちゃ落ちる、部分用で。何のやつ？なんだっけ、エルクシールのとか。えー、部分用なんだ。でもやっぱ部分用使わないとダメだよ。なんか劇場とかの時さ、うん、濃いじゃんメイクが、うん、いつもより。だから全然落ちない。そうだよね。でもこれは落ちる。はい、ということでですね、やっぱ、あ、15分ちょうど経った。明日はラストコンサートなので、頑張っていきたいと思います。明日みんなのこと見つけたいので席教えてください。じゃ読みます。顔やば。顔は疲れてるよ。1位猫3匹とジョンさん、2位ハッピーエンドさん、3位タマさん、4位ラブイチゴちゃん、5位ピアノマンさん、6位ナハンハンさん、7位ハーマンさん、8位ノブさん、9位ワイマツさん、10位カッちゃん、11位ユズキとデールさん、12位つかさちゃん、13位ピータさんです。ありがとうございました、ね、明日
みんなと会えるの楽しみにしてます。ではお楽しみに。バイバーイ。